ポッポちゃんでございます。はい。で、トレンド、ツイッタートレンドでですね、秋篠宮家不要っていう、これ結構前から出てるんですけどね、また出てきたんで、ちょっとあれしとこうと思いまして。それでですね、天皇家が存在しないっていうページを、やってるんですけども、長いこと、これだ。ちょっとさっきね、間違えちゃったんですよね。あれ、佳子様って書いてあったから、佳子様なのかなと思ったら違って、あの方でしたね。なんだっけ、忘れちゃった名前。またそれどうしようかな。まあ、どうでもいいな。ゴムマスクがね、出てるからね、こんな。ゴムマスクがあるから誰でも誰にでもなれるんですよ。ね、ゴムマスク。ね、お味噌チャンネルさんとかね。まあ、そういう、ツイッターにゴムマスクのね、動画いっぱい出てますからね。2020年8月12日からやってんですよね、これ。これを作ったのがですね。その前、ずっと前からもう、みんなこういうのいっぱい出てるので、いつから出てるのかわかりませんけどね。はい。そういうことで、天皇家は存在しないってずっとやってんですけども、もうこれね、別にもう、誰からも何の文句も来ないから、で、秋篠宮家ですね、あってもいいと思うんですよ。あっていいえ。なんで不要って不要だからどうするってことなの？どうするってことなの？そうじゃなくて、私からすると天皇家が不要、全部不要なんで、いらないんで、私にとってはですね、私にとっては何もいらないんですよ。でも、好きな人もいっぱいいるから、この好きな人だけで、なさってくださいっていうことなんですよ。国民全員を巻き込まないでくださいっていうことなんですよ。なんでお金取るんですかっていうことですよ。ほら、これ出てきましたね。ほら。これがこの人なの？なんかこれ前出てましたね。安西家。安西家。これいっぱい出てくるんだ、ほら、こうやって。すごいことになってますよ、これ。それで、この方がね、まあ、アイドルね、アイドル。え？アイドルにしようとしてんのかどうかわかんないですけども、写真集が売れないとかね。まあ、このね、綺麗な方ですね。でも、これ、写ってないですよね、ポッポちゃんで。本人かどうかわかんないじゃないですか、これ。これだから。あと、ゴムマスクもあるから、誰でもどうにでもなるんですよ。美容整形もあるしね。わかんないんですよ。30億円の新居。すごいですね。だから、天皇がいらないんですよ。いらないんですよ。私にとってはね。私にとってはですよ。だから、好きな人だけでやってくださいっていうことですよね。あと、明治天皇すり替えですね。明治天皇すり替えとか、まあ、いろいろね、もう、情報はもう、何でも出てるじゃないですか。こうやってね、こうやって、ほら。この好きな人は、好きな人で、だけでやってほしいんですよ。それは否定できないので、誰もね。できないんですよ。だから、好きな人で、やってくださいってね。ことで、いかがでしょうか。はい。どうもすいません。失礼します。